はいどうも、セブンナイツ大好きおじさん、またの名をルールカーです。こんにちは、おはようございます。はい。で、アリーナ、今日もやっていこうと思ってるんですけれども、ただいま、4568点の1428位で、勝率が 61% と少し回復しました。で、まあ、パーティーは、カールヘロを抜いてオルディを入れて、敏捷パーですね。敏捷パーに作り変えてるっていうとこですね。で、エリスも敏捷にして、で、デロンズも敏捷なんですけど、みんな敏捷なんだよね、実は。で、その中でデロンズが一番低くなるんですよ。86って言って。っていうところがあって、デロンズを防御リーダーにして、で、メルキルは89番でメルキルを攻撃リーダーにしてると。で、メルキルは反撃もするし、光の集合者での効果でバフ剥がしもあるんで、まあ、そこら辺を見込んで、通常攻撃と反撃をしていると。で、リングに関しては、状態上リングを外して、ちょっとしょぼいんですけど、これをつけてます。ヒット目の 10% と防御力 5%。が上がるという。これで耐久力を上げていこうかなと。本当はもうちょっと欲しかったんですけどね。なんか前持ってたやつどっかをやっちゃったみたいで。ですね。で、ロロに関しては、まあ、セット装備だけど86まで行くんで、まあいいだろうということで。で、オルリーはもう完全に、ここは変えちゃってます。これ弱点発動しちゃってんな。そしたらどうしようかな。335。で、ヒットポイントは1050、1400。そしたらちょっと防御力下がっちゃうけど、覚醒ブレイド防具に変えよう。あ、英語のようにしよう。OK。弱点が変に上がっちゃうと、エリスに打ってほしいのにエリスが打ってくれなくなっちゃうんで。うん。はい。というわけでね、こんな感じでやってまいります。ではでは、ご視聴よろしくお願いします。と、対戦する。なんとかね、今日中に4700ぐらいまで上がりたいなーっていう気持ちですね。あ、そう。それで、メルキルには吸血をつけてます。事故った時にもね、通常攻撃、反撃とかの、回復してくれればね、いいかなと。これ、吸収でかいんでね。ちょっと待って。いくらなんでも食らいすぎだろう。はい、気絶した。まあ、役割はね、終わったと思うんでね。OK。まあ、ロロが気絶したのはちょっと驚きですが、ラッキーですね。スーパーラッキーですね。まあ、これでね、負ける要素なくなったんでね。かっこいい。一応ね、デロンズは追加攻撃出るように、敏捷にはしてあるんで。このデロンズのね、追加攻撃馬鹿になんないんですよね。やっぱり。あと、追加攻撃と、あと、反撃は、まあ、覚醒しないと出ないか。対戦よろしくお願いします。あ、クラハンだ。珍しい。クラハンだと、沈黙、遅延。でも、デロンズは遅延しないからな。
何が狙いなのかちょっとよくわかんないな。でもこのランクにいるってことは強いってことなんだよね。これでもう免疫外せるんじゃねえかな。 OK。 お、待て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 、あぶね。うん、これで免疫剥がした。これデロンズに当たんないでね。オゲ。オブレ。ちょっと待ってよ。オルリーのね、あの免疫1枚をつけるがなかったら死んでたよ。でもこうあんま関係なかったですね。ここでのロガーが結構刺さる。まだ刺さんないか。まあ、バフ剥がし少ないからね。これでメルキローサラバでしょ。さあ、これで倒せるか。オッケー。スッとマス2に来れましたね。先週、先々週ぐらいは結構、マスターで苦戦してたから諦めちゃってたんで、やってなかったんですけど、マスに久しぶりですね、ほんと。このままちょっとやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。このデロンズはもしかしたらなんか状態異常かかるかもしれないな。このカールヘローも言おうと思ったらもうかかってた。寝ちゃいました。いっぱい。まあでも、カールヘロンと明るいんですよね。メルキルとオルリーだったらいいか。あ、起きちゃった。さあ、誰に当たる？うわあ、デロンズが死んだ。もう俺に頼れる存在はオルリ、君だけだ。これだと誰がやれるんだろう。メルキルな気がするんだけどな。そうだよね。デロンズ入らないね。これワンチャン。ワンチャン。これでもデロンズ倒して、バフ剥がしなんとかなるかな？なってるか。こっちはまだ残ってる。あ、ダメだった。ダメだった。あと2戦ですね。行こう。対戦よろしくお願いします。ワンバックだからこれで終わりだ、打ちたいよね。雷光陣。はい、沈黙した。まあ、あとはオルリーがね、倒れないように。これ一番にメルキル置いてんの秀逸だよね。飛びやすいもんな。
あららら。もろワンバックを生かされちゃった感じですね。渋い。倒せねえときは全く倒せないですよね。もうダメージ出ないしね。固定ダメージぐらいか。まだ免疫が剥がれてないのか。で、これで剥がれちゃったから。倒しきれない。まあ、これで倒されないと思うけど。これでね、全然倒せないでしょ。ロロ残るしよ、まず。メルキルだけか、倒せたの。残念でしょ。4600いってから洗礼を浴びてますな。よし、ラスト。ちょうど回復したこの1本の参加券で。勝利をつかむ !W さんいらっしゃい。これ勝ってもでも20ぐらいだから上がれないね。明かりパーティーか。ハイオンって言いそうになっちゃった。ワンバックにはなんなよ。オッケーオッケー。まだ使ってないよ、スキル。貫通だから通るんだよね。バフ剥がし打ってくんないと。闇のなんちゃらを打ってくれないと。闇の王出すか。これね、エリスが倒れて号令使ってもらうのが多分一番いいんだと思うんだよね。でも全体攻撃ないじゃん、スキル。寝てる。これで、メルキルが倒れるか。あ、デロンズも死んだ。そうだ。おまけにデロンズみたいな。おりー。ちょっとな、中途半端になるんだよな、攻撃が。エリストで倒せるかな。これでスキルクールタイム伸ばして、粉々にして免疫つけさせていただいて、追加攻撃、追加攻撃なし、追加攻撃なし。平和の海、あ、平和の海回復してたか。あ、違った。相手だった。これダメだ。
のが強かった。3勝2敗だね。まあ、スコア、2勝3敗か。スコアはまあ伸びたんで、いいですけど、まあ、こんな感じでね、ちまちま上がっていこうかなと思います。スキルというか、キャラの動きはまんないと結構きついかなと。で、あともうちょっと宝石回って、メルキルが装備してる、吸血宝石っていうのが星4なんですよ。なのでそれを星6まで上げていこうかなと思います。そうするとメルキルの攻撃力もうちょっと上がるんでね。もうちょっと上がるんでね、今50なんで。うん、220まで上げられるんで。そうすると、吸血も 26% か。星5だと 26% だよね。32% か。32% の吸血になるんで、いいんじゃないかなと思います。はい。もうちょっと、調整して、マスワン、目指していきたいなと思います。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあね。